日本放送 The Focus The Focus The Focus Today's Straight News。 新型肺炎の感染拡大、中国本土の死者は2592人で、感染者は7万7000人を超えました。新型肺炎の国内感染対策で、各企業がテレワークや時差通勤を導入しています。国公立大学の二次試験が明日全国各地でスタート。試験会場では新型コロナウイルス対策が強化されています。アメリカ大統領選挙の民主党予備選、ネバダ州での党員集会ではサンダース氏が勝利しました。 FM93 AM1242 This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. Koji Morita and Sayaka Masuyama. Nippon Hoso. The Focus. The Focus. The Focus. 2月24日月曜日、時刻は午後6時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説員の森田浩二です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。 FM93AM1242 日本放送ザフォーカス、この後8時20分までの生放送です。今日はね、振り替え休日ということで、3連休の最終日、はい、まあお出かけの方もね多いでしょうね。さっきあのワンダフォーの、ね、中の交通情報を聞いてましたら、結構やっぱり道路ね渋滞してますね。やっぱりね、お出かけになる方ね多いですね。特にあの新型コロナウイルスの影響でね、公共交通機関を使わないで、例えば自分の家族だけで車でって方も多いかもね。であの今日はね、8時過ぎの未来への提言では、あのスマホだとかカーナビを見ながらのながら運転についてね、取り上げることになっております。ぜひあのお出かけ、車でお出かけの方もね、参考にしていただければなと思いますね。まあ、安全運転でねお帰りになってほしいですね。そしてあの先週はね、日本放送はこのザ・フォーカスお休みでございまして、月曜日がさんまさんと増山さんでね、はい、長丁場はい、楽しく放送させていただきました。さんまさんよく喋るねお元気ですよ、いつも。本当にすごい元気、そして火曜日からはね、鶴光師匠とおみわこ様がもうあのコンビもさ、まあもう鉄板ですね、あそこはね、鉄板ですね、うん、そしてなんかザ・フォーカスのパロディーコーナーやってたねそうなんですよ、そうびっくりしちゃったけど笑えましたね、そして昨日は増山さんはまた辛坊治郎さんとの番組もね、吠えてましたので、辛坊さんも相変わらず吠えておりました。ぜひお聞き逃しの方、ラジコでお聞きになってください。そう、あのね、タイムフリーでまだ聞きますので、ぜひお聞きになってください。賑やかな1週間が終わりまして、今日からまた通常放送でございますので、はい、またこのザ・フォーカスを一つよろしくお願いいたします。お願いいたします。で今日フォーカスするニュースは、新型肺炎の感染拡大、中国本土の死者は2592人で、感染者は7万7000人を超えました。それから新型肺炎の国内感染対策で、各企業がテレワークや時差通勤を導入しています。そして国公立大学の二次試験が明日全国各地でスタート。試験会場では新型コロナウイルス対策が強化されています。そしてアメリカ大統領選挙の民主党予備選、ネバダ州での党員集会ではサンダース氏が勝利しました。今日はこうしたニュースにフォーカスしていきます。あなたからのご意見ご感想をお待ちしています。メールで送ってくださる方は、アルファベット小文字で FOCUS focus@1242.com、ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242 番。ツイッターハッシュタグはカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。お待ちしています。さあ今日のコメンテーターをご紹介しましょう。働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見陽平さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2回目の登場と、ね、そう、もう会いたくて会いたくて震えてましたよこの有楽町に日本放送に戻ってこれてもう感無量ですよ。あの前回放送した時はですね、4階の生放送スタジオを使ったんですが、あそこのスタジオがね今ね改装に入りまして、6階のね第4スタジオに移ってきました。先週からあのザ・フォーカスはね、先週あの地方局向けにこの第4スタジオで放送したんです。窓がないでしょ、ここ。いや、もう荒井由美風に言うと陰りゆく部屋って感じですね。陰りゆく部屋でしょ、由美風に言うと
よ。ちょっとなんかね、うん、緊張感がないんだよね。ここ生放送してる感じがちょっと出ますよね。そうですよね。間違えたら最初からやり直しましょうか。まあそうですね、取り直しでっていう、ね、はい、そんな雰囲気ですが、一つよろしくお願いします。で、あの常見陽平さん、7時10分過ぎのコメンテーターコラムでは今日は、男性の育休ね、育児休業問題の本質とはというテーマでお話ししていただくことになっております。では常見陽平さんとともに取り上げます最初のニュースフォーカス、こちらです。 As the day ends, this program gathers the news and gives you clear focus. News focus. News focus. News focus. 新型肺炎、未だ収束の気配見せず。1月16日に最初の感染者を確認以来、日本でも拡大の一途をたどっている新型コロナウイルス感染。政府は今日専門家会議を開きました。加藤厚生労働大臣は、患者が増加するスピードを遅らせるのは極めて重要で、医療体制を整える準備期間でもあると指摘。今後の対策を基本方針として国民に明確に示したいと述べました。まず今日新たに入ってきた情報ですが、おととい新型コロナウイルスへの感染が確認された50代の男性が、 JR 東日本の社員として相模原駅で勤務していたと相模原市が発表しました。男性は神奈川県相模原市に住む JR 東日本の社員で、発熱などの症状が出た今月16日まで JR 相模原駅で勤務していたということです。まあ、通常は乗客との接触がない駅務室で業務に当たっていたということです。で、この男性の妻と娘2人も感染が確認されているということです。で、JR 東日本はこの駅員についておととい把握したけれども、公表は自治体が判断するもので、事業者としては差し控えていたと明らかにしています。で、相模原市では今日対策会議が行われましたが、この駅員以外にも相模原市内では相模原中央病院の患者とその家族や看護師合わせて6人が新型コロナウイルスに感染しています。で、一方、昨日判明しました北海道上川地方の70代の男性について、北海道は今日、愛別町のスクールバスの運転手だと明らかにしました。運転手は今月21日まで小学生や中学生、それに園児の合わせて20人の送り迎えをしていたということです。また札幌市は今日、感染者が新たに2人判明したと明らかにしまして、北海道内での感染者は合わせて28人となりました。で、北海道の教育委員会は、私立校、私立校を含めた北海道内のすべての学校に対し、卒業式を実施する場合は時間を短縮したり、出席者数の縮小をしたりする感染拡大防止策を取るよう要請すると明らかにしました。明日正式に通知する見通しだということです。それからクルーズ船のダイヤモンドプリンセスでは、業務に従事しておりました厚生労働省の男性職員と男性検疫官の合わせて2人が新たに新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。これは厚生労働省が発表したものです。クルーズ船ではこれまでに別の検疫官1人と厚生労働省の職員2人、それから内閣官房職員1人の感染が判明しておりまして、感染が判明した政府職員、このクルーズ船では合わせて6人ということになりました。それから中国の全国人民代表大会の常務委員会は、新型肺炎拡大を受けまして北京で来月5日から開く予定だった第13期全人代第3回会議、この延期を正式に決定しました。全人代延期正式決定です。開催日、新たな開催日は決まっていないということです。で、こうした中、日本政府は今日専門家会議を開きまして、国内での感染拡大を迎えつつ、感染拡大を抑えつつ、重症化のリスクが高い新型肺炎の患者の治療を優先するための基本方針の議論を進めまして、この基本方針を明日の政府対策本部で決定して発表するという方向です。まあ、感染の拡大を防ぎながら、国内で患者が大幅に増える事態にも備えるのが目的
期ということで、重い肺炎にかかると、まあ、治療が難しくなりますので、軽症者には自宅での療養を促して、重症者の治療を優先できる仕組み作りを目指すと、こういう基本方針を明日対策本部で決定するということになっております。松野さん、ちょっとまた今日ね、新しい情報が様々入ってまいりました。はい、まさにですね、今国難でございます、はい、ただまさにシンゴジラの前半を見ているようなね、感じがして、政府の対応には非常に疑問が残る部分、まあ、精一杯やってると思うんですけれども。まあ、確かにね、まあ、新しいことに対処するということでね、なかなかちょっと後手後手に回ってる部分はあるのかもしれませんけど。やっぱりそれね、先ほど国民に明確に示したいと、まあ、加藤大臣が言ったということなんですけど、はい、海外にも明確に示してほしいんですね。で、実際先ほど、つい先までね、これから海外ツアーをするあるアーティストと食事をしてたんですけれども、はいはい、やっぱりそこで、まあ、ヨーロッパのイベンターからね、日本人呼んで大丈夫なのかみたいな疑問出しが一部入ってるみたいなことですとかが起こっていてですね。あと、これまた良くないなと思うんですけれども、日本人のモデルがインスタグラムに映ってると、コロナっていうふうにね、ヘイト的な書き込みをする事例があったりするんで、国としての発信というのが大事だと。で、何としてでもですね、今避けないといけないのはまさに、命を守る行動をしてくださいということで、はい、自分が被害者になるだけじゃなく、加害者になるなってことなんですね。それを避けるということ、はい。で、これから気をつけないといけないのは、このウイルスで危険なのはやっぱりよく移ってしまうってことなんですよ。そうですね。そこでやっぱり医療崩壊が起こるってことが危険だなってことなんです。医療崩壊。医療崩壊というのは、つまり、これでお医者さんにこう患者だとか疑惑のある人が殺到することによって、はいはい、普段のこの病気の人も含めてですね、うん、普段の言ってたら失礼ですけど、普通にこうお医者さんに行きたい人も含めて弾かれてしまってですね、うん、最悪やっぱりこう路上に患者が出るみたいなねことだってあり得るわけなんです。ね、ですから本当にですね、今政権には内閣総辞職ぐらいの覚悟を持ってですね、うん、ことに当たってほしいですし、うん、やや苦言を呈するとですね、やっぱりこう野党多弱ってことを感じるわけですよ。はい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 、率直なところに、まあ自民党に対して言いたいことはいっぱいあるんですけど、一方で、うん、まあ名指しで批判しますけど、長妻昭元厚生労働大臣がね、長妻さん、まあいろいろ政府のやり方について批判をしてるんだけれども、うん、だったらもう彼だとかね、次期首相候補とやれる石破さんだとかね、はいはい、小泉進次郎さんだとかも含めてね、官邸に乗り込んでいってこうやるべきだって吠えるべきだと思いますね、僕はね。ということで非常に国難でございます。社会はでも必ずしも解決してくれないのでですね、自己責任というのは嫌なんですけれども、はいはい、冷静な対応ってことが大事かと思いますね。まあ確かにね、本当に与野党で足を引っ張っているような状況ではないわけですから、国難についてはもう与野党協力してね、はい、立ち向かっていく必要があるということですね。で、あとはまあ、厚生労働省もね、まあ今はまだ、まあ移行期という言い方をね、しておいて、まだ流行期ではないというふうに言ってるんですが、であれば今のうちにその重症者の治療できるような医療体制を整えておく、ね、ということが必要になってくるわけですよね。はい、まあ、あとは、それこそ海外で言いますと、なんか、アメリカのね、国務省も、日本全土への渡航警戒レベルをね、4段階中で下から2番目の注意を強化というふうに、1段階引き上げたと、こういうような状況にもあるわけで、まあ、不要不急のね、日本への旅行は延期を検討すべきだとか、あと、台湾も一昨日確か日本への旅行についてレベル1の注意からレベル2の警戒に引き上げておりますので、これについてやっぱり海外に対してもちゃんと情報を発信していかないといけないということですよね。そう、あれ原発事故の時と同じですよ、はい、やっぱり、まあ、もちろん危機を煽るのは良くないなと思うんですけど、正確な情報を発信していかないと、そうですね、事実は海外のメディアかなり日本を叩いてますからね、はい。それから最初にもお伝えしましたが、全人代はね、これ3月5日、これはもう延期という方向ですから、4月のね、習近平国家主席の国賓としての来日、まあ、これにもまだ政府はね、準備進めてるって言ってるんですけれども、もうちょっと難しいんじゃないでしょうか。そう、非常にそこ決断が必要な時でね、結局やっぱりこう、どの政権だっても決められないなってことがね、はいはい、可視化されてないかなというふうに思いますね。そうですね。まあ、今回のね、新型コロナウイルス、SARS よりもなんかインフルエンザに近い特徴を持っているというふうに言われているようですけれども、飛沫感染、それから接触感染だけじゃなくて、エーロゾル感染というね、なんか微粒子を吸い込んでも感染するというようなこともあるようですから、やはり消毒だとかね、はい、手洗いというのを我々は確かに心がけなくちゃいけないですよね。ね、
それからね、今新しい情報が入ってきました。神奈川県は新たに50代の男性会社員の新型コロナウイルス感染を確認したと発表しました。神奈川県内の市町村発表されておりませんが、神奈川県は新たに50代の男性会社員の新型コロナウイルス感染確認したと発表しております。またこの新型コロナウイルスにつきましては新しい情報が入り次第随時お伝えしてまいります。この時間は新型肺炎未だ収束の気配見せずということですが、この後お知らせを挟んで引き続き働き方のね、テレワークだとかその辺の問題につきまして常見さんにお話ししていただきます。FM 93 AM 1242 This program, today's commentator will delve deeply into the day's news. Nippon Hoso The Focus The Focus。時刻は6時16分です。働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見洋平さんを迎えして生放送でお送りしている日本放送ザ・フォーカス。引き続き新型コロナウイルスによる肺炎拡大、これのニュースの関連をお伝えしてまいります。政府は明日対策本部を開きまして総合的な基本方針を決定することになっておりますが、専門家はね、患者が増えると重い肺炎を治療できる医療機関が満杯になる可能性を指摘しております。で、このため基本方針では軽症の人はすぐに病院に行かずに数日間は自宅療養してもらうことなども検討するということになっております。それから満員電車による感染を避けるため時差通勤やテレワーク、それからオンライン会議の活用などを企業に促す、こうしたことも明日の基本方針の中に盛り込むということになっているようですね。で、メールいただいておりまして、岩手県花巻市のおにぎりさん、新型コロナウイルスをきっかけとしてテレワークや時差通勤など働き方改革の一例で取り上げられるようなやり方を導入しようとしている企業がありますが、常見さんはこのような働き方に、このような働き方に柔軟性を持たせるようなムーブメントが社会事象をきっかけとした一過性のもので終わらないためにどうしたらいいと思われますか、というふうにいただいておりますね。まずはこのテレワーク、それから時差通勤というのがね、この新型コロナウイルスをきっかけとして各企業それから自治体が取り組んでましてね、都庁舎なんかも本庁舎に勤務するおよそ1万人対象で3月の2日から順次スタートするようですけれども、平均で職員の5分の1以上に相当するおよそ2200人が、自宅などの職場外で働く見通しだと、こういう状況のようですね。なるほどですね。これがテレワークの普及だとかにこうつながるんじゃないかという機運があるんですけれども、ちょっとだけ冷静になりたいんですよね。ほうほうほう。テレワークって本当はすぐやっちゃいけないんですよ。すぐやっちゃいけないんですか。というのは、スマートフォンとノートパソコンがあればどこでも仕事ができる時代だって誰もが言うんですけど、どこでもやっちゃいけない業務がたくさんあるんですよね。まず例えばネットワークのセキュリティがちゃんと確保されてるかどうかですとか。ああ、確かに。セキュリティね。そうなんですよ。はいはいはい、そういった問題だとか、その端末が安全なのかとか、そういう問題があって、テレワークを導入する際はそのネットワークの整備ですとか、はいはい、端末の設定、中にはこのいわゆるローカルというか、この端末にデータが残らない端末を使用するとかね。そういうネットワークに繋いでるとしか使えない端末にするとかですね。そういう動きもあるんです。さらには勤怠の管理もちゃんとその人が稼働できるかどうか、稼働してるかどうかをこうネットで監視したりですとか、あるいはその今日今業務始めました、終わりましたってことをちゃんと伝えないといけないってことでね。そういうルールだとかインフラの整備が必要ですと。そして就業規則もテレワークを反映したものに切り替わってることが必要なんですね。本当は。今でもテレワーク用の就業規則の着な方がですね、厚生労働省が用意してるので、だいぶ切り替えやすくなったんですけど、そういう現象もあるということと。テレワークだと、だから家で仕事をしたりしてると、だいたい何時から何時まで仕事なんだか分かんなくなっちゃうわけですよね。そこなんです。実はこれ、テレワーク協会ですとか、いろんなところのデータでも出てるんですけど、テレワークが減らすのは通勤時間であって、むしろ導入した企業では、実は、
勤務時間が長くなってるっていうですね。そう。ことが起こりがちなんです。ああ、確かにね。うん。あとはパソコン向かっちゃったりなんかしちゃってね。そうです。で、あとは特に若手の人を中心にね、指導が行き届かなくなるですとか、やっぱチームの一体感がなくなるということで、実はですね、10年前、20年前からもうテレワークの導入って進んでいるっていうのはまず押さえておきたいんですけれども、大企業中心に。進んではいる。うん。だけど、やっぱりそれでも、なかなか慣れない人がいるとか、弊害があるということなんで、で、この後に及んではですね、テレワークを進めざるを得ないんですけど、万能のせいではなくて、やっぱり実は社内外の方々に対して思いやりがとても必要でですね、はい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 、慣れてないとテレワークってイラッとするもんなんですね、実はね。イラッとしますかね、うん、いや、でもそうですよ。だからビデオ会議だ、電話会議だって言っても、ね、今の 4G のネットワークだとか Wi-Fi 環境だとどうしても遅延があってね。あ、いや、テレビで現地のこうレポーターとこう衛星で話してるみたいなね、あ、ような状態になってしまったりだとか。時間のズレがあってちょっとイラついたり、そうです、画像が鮮明じゃなくてもなんか、ね、眠い顔してんじゃねえかみたいなのがあったりとか。それをテレワークを率先して進めてた会社はね、実は一番弱い立場に合わせましょうっていうね、ことをね、うん、言ってたりするんですよ。で、そして今ね、もう一つちょっとこれで、大事な論点が、そこでちゃんとテレワークの環境を用意できる会社とそうじゃない会社ってのはあるぞってことでね、はいはい、で、ちょうどツイッターで石田敏光さんという方がツイートしてるんですけれども、うん、テレワーク時差出勤っていうことを企業が進めてるけど、非正規で働く人やですね、フリーランスで働く人にしわ寄せが来ないかっていうね、なるほど、まさにその通りで、その方々に過剰な負担がかかったりとか、はいはいはい、逆に今起こってるのは、こういう人たちが仕事を失うってことなんですね、実はね。あ、そうか。仕事が稼働しなくなるってこと。そうそう、社員がテレワークだとか、こういうこと、勤務すると、非正規の人たちが仕事を失ってしまうってこと、例えばそこで、まあ、うん、仕事をしないというか、稼働日が少なくなる。稼働日が減るか。そういうことなんですね。はい。そもそもイベントごととか仕事の案件ごと飛ぶってケースもありますから。はいはいはい、はい。ってことなんですね。そこにも理由が点だなと思いますね。あとテレワークで私はちょっと疑問に思うのは、例えばね、家に受験生なんかがいてね。はい、あ、そうですね。部屋が、で、なんか、お父さんいると鬱陶しいんだけどとか言われたりすると、家の中で仕事できない人っているんじゃないかなと思うんですよ。そこなんです。そこで実はテレワークって3種類あって、在宅勤務と、例えばノートパソコン持って直行直帰をする外で働くモバイルワークと、はいはい、そして別途ですね、第三のオフィスを構えるサテライトワークっていうのがあるんですね。ああ、サテライトワーク、はい、はい。企業が拠点を用意してたりですとか、はい、あるいは共用で借りることができる拠点を用意したり。面白いのは、カラオケボックスの第一交渉さんがね、カラオケボックスをサテライトオフィスに使えるってサービスをね、提供してたりするんですよね。なるほど、まあ。そういったところを借りてやるというやり方もあるかと。ただし、今回で言うとサテライトオフィス型ってどう考えても危険ですよね。外出るってことですね。そうですね。ということでなかなか大変だなということですね。まあだからこの新型コロナウイルスをきっかけに確かにこのテレワーク進むかもしれないけれども、そういうインフラ整備みたいなものがちゃんとしっかりできていないと、そう。まあ結構危険な面があるよということですね。だからそのオリンピックに合わせてテレワークだみたいなね、はいはいはい、働き方改革でテレワークだって言ってて、準備していた会社とそうじゃない会社の差が出て、もっと言うとこれってもうほぼはっきり言うと、大企業と中堅中小企業の格差っていうね、のにつながるんですよね。そうですね。だけど、時差通勤はちょっと進んでるような気がして、日本放送もね、一部管理セクションは、時間を、就業時間ずらしたんですよ。はい、始業時間をね。で、電車なんかもちょっと空いてきたなって気はしますね。まあ、それはそうですね。ということです。ただし、みんなが時差通勤をすると、結局9時台がまた混むみたいなね。そうか。ことになったら良くないなと。どう考えても人との接触はあるんでね。はい。人との接触は確かにね。そうですね。ありますね。まあ、そういう難しさはあるか。はい、まあでもちょっとこれをきっかけに、まあオリンピックに向けて、まあちょっと進みつつはあるわけで、今度企業側としてはそういう整備、はい、ね、就業ルールも含めて、整備をしていかなくちゃいけないということですね。そういうことですね。はい。この時間はね、新型肺炎に絡みまして、テレワークや時差通勤などの問題点についてフォーカスしました。J-O-L-M Thank you for working hard today. FM 93 AM 1242 Koji Morita and Sayaka Masuyama. The Focus.時刻は6時28分です。FM93AM1242 日本放送ザ・フォーカス。今日のコメンテーターは働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見洋平さんです。先ほどね、新型コロナウイルス絡みでテレワークの話などもしていただきましたが、メール。東京渋谷区の長、危ない。
言っちゃうとこだった。渋谷のだるまさん、危ねえ。危ない危ない。本名言っちゃうとこだった。テレワーク、簡単にシフトできないと思います。私はテレワークの練習の職業訓練校にいたのですが、ウイルスが入った時、Mac のサポートに入っていたので、すぐ対応してもらえてよかったんですが、みんなそうはいかないと思います。テレワークだと全部一人で対応しなければいけないので、簡単にシフトできないと思います。というふうにいただいてるんですね。やっぱりね、情報弱者、通称情弱と言われるおじさま方には苦しいなというのとね、あとね、テレワークって照れてしまうからテレワークって説があってですね。何それ。いやいやいや、だからたまにあるのがね、いや、その要はネット上だからね、うまく話せないみたいのがあって、やっぱオープンにした方がいいし、確かに。まああとはね、本当あの家にいる時なんで、なんかこうファストファッションの上下のスウェットでも OK ぐらいのね、まあ、たまにこう下だけこう短パンでね、上半身だけ背広着てる人とかいるんですけれども、あ、そう、会議があるからね、電話会議だね、下半身ほんとね、下着のままみたいなね、人がいるんですけれどもね、まあ、あの照れずにやろうぜってことは大事ですね。それでテレワークなの、はい、違うでしょ。いやいや、テレは遠く離れたという意味ですね。そうそうそう、意味でございますな。そうそうそう、はい、本当は、はい、まあ、ですから、まあやっぱり結構このウイルスの問題とか、そのセキュリティはやっぱりしっかりしないとまずいですよね、うん、そうだからね、僕のフルスの、まあ、リクルートって会社でね、テレワーク推進してるんですけど、はいはいはい、逆にテレワークじゃ絶対やっちゃいけない業務って定義してるんですよ。逆にこれはダメですよ。そう、例えば個人情報に少しでも触れる仕事は社内でやりなさいだとか、あと、なるほど、そうで必ず2週間に1回は出社してねとか、あと、そうですか、必ず何かあった時に2時間でオフィスに来れる場所でね、やりなさいっていうね、うんうんうん、ルールがあったりとか、原則はね、出張先は除くですけれども、そこ、温泉先、はい、温泉のところからね、そう、途中から5時間離れたところでね、勤務するっていうのはそれはなしだよって話ですよ。そうか、そうか、はい、あ、そういうやっちゃダメルールはいいかもしれません、ね、大事ですね、はい、まあ、確かにと会議とかね、やっぱ顔を合わせることはやっぱり重要だ、うん、ということなんですね。それに一つね、面白いのがこれね、テレワーク推進の中に水を差すようなんだけど、いかにもテレワークの権限のような IT 企業って意外にテレワーク廃止した時期ってあるんですよね。そうなんですか。なんでかというと、やっぱり最高のアイデアは膝詰めで、熱量をこうね、共有しながらやった方が生まれるってことね。それもわからなくもないね、うん、我々の世代とかに、ね、引き続きご意見ご感想をお待ちしています。J-O-L-F. Thank you for working hard today. FM 93, AM 1242. Koji Moriza and Sayaka Masuyama. The Focus.時刻は6時38分、まもなく39分になるところです。今日1日のニュースをググッとフォーカス。FM93、AM1242、日本放送ザ・フォーカス。今日のコメンテーターは、働き方評論家で、千葉商科大学専任講師の常見洋平さんです。続いてのニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。国公立大学二次試験始まる。明日から国立公立大学の入学試験二次試験が始まります。新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、各校は消毒液を準備したり、マスクの着用や体調が悪いときは申し出るように呼びかけています。まあ、仮に感染が確認されて受験できない場合には、大学入試センター試験の成績だとか調査書を使って選抜するといった特別措置を設けた大学もすでにあるということですが、この大学入試試験に、大学入学試験などにも影響が出てきております。メールいただいてまして、岐阜県羽島市のまさやんさん。国公立大学二次試験でのコロナ対策ですが、試験会場で対策をしても会場に来るまでが心配です。一番多いのが電車やバスの車内での感染の可能性と、体調が悪くても無理をして会場に来ることだと思います。まあ、ただ発熱があったって休めないし、学生の方の決断は難しいと思います。こういただいてるんですね。いや、おっしゃる通り結構難しくて、しかもね、今年っていわゆるセンター試験最後の年と言われているっていうね、そうです、状態なんで、まあ、浪人はで、まあ、ちょっとプレッシャーかけるわけじゃないですけど、来年はね、できないぞっていうようなね、入学共通テストになってちょっと難しくなるって言われてますもんね。そういうことなんですよね。なので非常に混乱してるなということですね。で、ここでちょっと今大学で起こってることってことをね、はいはい、非常にお伝えすると、やっぱり
直近に迫っているのは入試であり、そして卒業式なんですね。そうですね。で、例えば、立命館アジア太平洋大学は、卒業式と入学式をね、かなり早い段階からもう中止と。そうです。意思決定をしたりですとか、まあ、本日ですかね、リリースがあったんですけれども、武蔵野美術大学では、はい、卒業式はやるんですけれども、うん、保護者の参加はご遠慮くださいと。マシマさんの母校だよ。あ、そうなんですよ。僕、ムサビの非常勤、こっちまでやってましたよ。そうなんですか。そう、卒業式じゃ親御さん出られないんだ。そうなんですね。まあ、ムサビの卒業式、いつももう、仮装パーティーっぽくなって、ね、楽しいんですけれども、作品の披露とかもあるんですけれども、まあ、そうなっていったりですとか、あと他にもやっぱり学内のイベントを中止する動きですとか、はいはいはい、あともう一つ今、学会シーズンでもあって、そうですね。学会はやるんだけれども、いわゆる懇親会は中止っていう学会があったりとかね。懇親会ね、立食になってしまったり。そうです、そうです。ビュッフェスタイルやっぱりちょっと避けようとか。はい。まあ、あと高齢者が集まったりすると、危険だということですかね。うん、そうです、うん。で、まあ、入試もまだまだね、その他にも国公立大学の後、3月も私立大学はありますしね。はい、はい、はい。ということですし、あと、その、大学が始まってからもここいろいろ、まあ、おるわけじゃないですけど、混乱続きそうだな、というところですね。うん、まあ、確かに千葉ではね、千葉市内の私立中学校に勤務していた教諭が感染したということで、うん、連休明けの明日、明後日も休校にしてね、校舎なんかを消毒するとか、あと場合によっては休校期間を最大2週間にすることも検討するとか、いざやはりこうやって感染する人が出てくると、まあ、大変な影響になってしまうということですものね。そうですね。やっぱりそこで広がっていくってことがね、まあ、ちょっとこれまた私も大学関係者として非常に言いにくいことなんですけれども、はい、気をつけないとやっぱり学校って広がる要素が全部網羅されているんですよね。特にいわゆる小学校中学校だとかも密集してますからね、はい、高校もそうですか、はい、っていうことなんでね、非常に悩ましい決断が迫られるんですけど、まあ、うまく対策することによって結局蔓延をね防ぐことができたというふうになる可能性もありますからね。まあ明日以降政府もまた声明を出すと思いますけれども、ね、注目したいと思いますね。あとやっぱりね、明日の入試の方は本当に用心していくしかないけども、確かにちょっと熱が出たぐらいだったら、これ試験はね、受けに行っちゃいますよ。まあ、結局そうですよね。で、だから、まだ発症がね、こう自覚できてないっていうね、状態かもしれませんしね、っていうことですね。それからあとはね、就職活動にも結構影響が出てまして、就職情報サイトのリクナビを運営するリクルートキャリア、こちらの昨日からね、3月31日まで予定しておりました合同企業説明会とかイベントの中止を決めてます。それから三菱 UFJ 銀行と三菱 UFJ 信託銀行も、会社説明会を中止するとか、企業のこの採用活動にも影響が出てきておりますね。はい、非常に今回経団連がね、はい、まあルール作りから降りた最初の年度というふうになってまして、はい、まあそこでね結構売り手市場もあって前倒しだったんですけど、ブレーキがかかったなという印象なのと、うん、まあ各社創意工夫をこうやっておりましてね。例えば面接にマスクしてきて OK だぞとか。そうなんですか？あります。もう実際教え子がね、そういう会社あったよっていう教えてくれたんですよ。すみません、面接官の立場でちょっと選びづらいですよね。まあ、顔が半分見えないっていうね、ことがありますけど、マスクして OK ですよとか、あと、いわゆる、まあ、ビデオ通話でね、面接するぞって会社ですとか。だからウェブ面接みたいなんか言いますよね。はい。あと、ウェブ会社説明会。ウェブ会社説明会っていうのもあるんですか？そうです。で、もともと今回東京オリンピックの年でね、はい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 、やっぱり会場が使いづらくなるぞとか、なんとか夏までに採用終わりたいって会社もあってですね、結構ウェブの活用が増えるんじゃないかというふうには言われていたんですけれども、まあそれがまあオリンピックもそうですけど、このコロナ関連でね、推進されてるかなってことなんですけど、今、例えば大学で議論されてるのは、やっぱりいわゆるよく、就活ハラスメントって今問題になってるんですけど、はい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 、コロナがこれだけね、危惧されているのに、はい、面接に来いっていうね、会社がいたとしたらどう対応するかってことを学生にどう指導するかってことがね、大学の現場では議論されていて、なるほど、まあ、突き詰めるとそうやってね、焦る会社ってのはもうなしだぞっていうことでね、むしろ今回も、まあ前のね、震災の時も、震災ところの一緒じゃないですけど、震災の時も、もうみんなが避難しているのに、明日の面接には必ず来てください。会社説明会やりますってね、宣言して大炎上した大企業があったんですけれども。
はい。やっぱり非常にね、そこで何が大事だっていうことを冷静に判断してですね、望んでほしいなというふうに企業は思いますね。そうすると企業側としては、この活用、就職採用の、まあ、この時期をずらすとか、ということが必要になってくるってことですか？はい、そうですね。非常に、まあ、結構かなり前倒しで内定を出しそうなね、今年雰囲気だったんですけど、まあ、ましてちょっとね、景気も良くなって、そう。ね、売り手市場みたいになってますから、うん、早くいい学生を取りたいっていう企業は多いでしょうね。うん、そう、若干なんか繰り下げになるな、ということ。とね、あとこれ、まあ、もし長引くとね、夏のインターンシップだとかにも影響するのでね、はい、あとこれ経済に影響してくると今度は採用そのものをもっとずれたら手控えようってなりませんか？ね、それあります。売り手市場っていうふうにお伝えしたんですけど、はいはいはい、今日まだ売り手市場なんですけど、だいぶ求人今鈍化してるんですよ実は。あ、やっぱりそうですか。若干鈍化がね、実はこのコロナの前から始まっていて、で今回これが広がるとね、申し訳ないけど、例えば、これ守るわけじゃないけど飲食店さんですとか、宿泊施設ではキャンセルが相次いでるとか、そういった現象が起こっているじゃないですか。そうですよね。で、その他にも実は別にそういったサービス業じゃなくても、中国から結局物を調達できないんでね、売るもんがないとか、はい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 、サプライチェーンがね、非常に滞ってるとか、そんな問題も起こるんでね、でまあ採用の抑制につながる可能性はなきにしもあらずですよね。はい。まあ、だから就職の、まあ、活動のあり方そのものが変わってきてると同時に、これが時期がどん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 ずれていくと、採用そのもののね、人数にも影響しかねないと。そうですね。いう状況になってきてるわけですが、これちょっと学生さんも気が気じゃないですね。非常にね、毎回、これ、まあ、新卒活動の悪い側面なんですけどね、結局、年によって大きく変わるという要素はあるんですけれども、とにかくでも、やっぱり大事なのは命ですから、もちろん。ということと、まあ、その分、まあ、どうしても焦ってしまうと思うんですけれども、もろもろの対応だとかを見てね、冷静にどの業界、どの企業に行くべきかをゆっくり考えてほしいなと思いますね。そうですね。この時間は国公立大学二次試験始まるというニュースから、この新型コロナウイルスについての大学の対応であるとか、それから就職活動についてフォーカスしました。ザ・フォーカス、この後はホロヨイイブニングトークをお送りします。時刻は6時55分です。 FM93AM1242 日本放送ザ・フォーカス、今日のコメンテーターは働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見陽平さんです。新型コロナウイルスについてはね、たくさんメールとかツイッターいただいてるんですが、こちらね、青森八戸市の巫女旦那さんから、はい、今日付けで厚生労働省から介護施設と在宅サービス事業者向けに通達が出ました。簡単に言うと、新型コロナウイルスに感染した利用者はサービスの提供を断っていいということです。感染していなくても予防のためにサービスの提供を停止してもいいとも言っているので、かなり深刻ですといただいているんですね。実際厚生労働省の介護施設で取るべき対応策というのをスタッフに出してもらったんですが、見ますと、介護施設の職員は発熱などの症状がある人が施設を訪れても高齢者への面会を断ることができる。それから施設に通っている高齢者についても発熱などの症状がある場合は利用を断るというようなことを求めているということで、結構深刻ですね。確かに東京都内でね、介護老人保健施設勤務の60代の男性が新型ウイルスに感染したというようなこともありましたので、まあ、特にこういう高齢者の方がね、いる施設ですと本当に深刻ですね。深刻ですね。まあ、だからできるだけこのウイルスの性質とかね、予防方法とか、この辺の情報発信もね、しっかりとしてほしいなというふうに思いますね。引き続きあなたからのご意見ご感想をお待ちしています。It's 7pm 日本放送ネットワーク brings you the focus. Today's straight news。2020年2月24日月曜日、時刻は午後7時になりました。こんばんは、日本放送報道部解説委員の森田浩二です。こんばんは、日本放送アナウンサーの増山さやかです。ザ・フォーカス、この時間からは東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんに生放送でお届けしてまいります。今日のコメンテーターは働き方評論家、千葉商科大学専任講師の常見陽平さんです。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。
今日は東京割とね穏やかで、今も気温は 12.4 度。そうですね、結構高いですよね。なんかでも天気崩れるんですって。そうなんですよ、都心は、まあ、全体的に明日西からお天気ゆっくりと下り坂になってきまして、うん、明日明後日は、まあ、雨のところ多いですね。で週末にね、うん、土曜日に東京の温度見ますと最高気温8度なんですよね。また一回ねガクンと冷え込む。東京で最高気温8度。そうなんですよ、週末。そうなんですよ。うわ、やですね。こんな中にね、新型コロナウイルスの感染がどんどん広がっているという中でね、過ごさなくちゃいけないということでございます。で、この時間もね、ニュースまとめてお伝えいたしますけれども、新型コロナウイルスのこのニュースが中心になっております。この時間は報道部から柿崎デスクに伝えてもらいます。こちらからニュースは以上です。はい、ご苦労様でした。報道部の柿崎元子デスクでした。新型肺炎ね、札幌市が発表した2人とは別に北海道新たに感染者確認ということで、20代の女性と50代の男性、合わせて北海道の感染者は30人ということになりました。匿名の方からね、メールをいただいておりまして、北海道の20代の女性が新型コロナウイルスの感染からの肺炎によって重篤な状態やと、意識不明の重体だというふうに伝わってますね。で、さらに小学生や未就学の幼児、若者たちの感染、まあ、どんどん当初の専門家が言っていた内容と違った流れになっている。介護施設のドライバーや学校の先生、高速道路の料金所のおじさん、そして JR の駅員さん、もう無差別に多くの人間と接する仕事をする方々が感染している新たなステージじゃないでしょうかと。で、北海道のね、20代の女性、助かるといいですよね、親御さんの気持ちを思うと、というふうにいただいておりまして、どんどん確かに新しいフェーズになってきてますね。もう感染経路がもうわからないという状況ですもんね。そうですね。だからまあ、どれだけ踏み込んだ対策をね、政府が出すかってことが、まあ、注目が集まりますしね。まあ、まずは申し訳ないけど、自己防衛っていうことがね、大事だと思いますね。気をつけないといけませんね、本当にね。はい、引き続き、ご意見、ご感想をお待ちしています。メールはアルファベット小文字で、focus@1242.com。ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242 番。ツイッターはハッシュタグカタカナでザ・フォーカスをつけてつぶやいてください。ご意見ご感想などお待ちしています。Thank you for working hard today. 日本放送 Net brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masuyama.The Focus。 時刻は7時14分です。日本放送キーステーションに生放送、一日のニュースにググッとフォーカスしていくザ・フォーカス。今日のコメンテーターは、働き方評論家で千葉商科大学専任講師の堤陽平さんです。ごめんなさい、この時間は、あれだ、コメンテーターコラボだっけ？そうです。コメンテーター、ごめん、間違えた。はい。完全に間違えておりました。本当に。堤って言ったしかも。常見さんね。完全に間違えました。違うコーナーかと思ってました。はい、失礼をいたしました。はい、やり直し。はい、仕切り直しです。7時15分です。日本放送キーステーションに生放送、一日のニュースにググッとフォーカスしていくザ・フォーカス。この時間はコメンテーターコラムですね。忘れてましたよ。はい。今日のコメンテーター、働き方評論家、常見陽平さんのコラムはこちら。はい、男性育休問題の本質とは。本当に失礼をいたしました。全然違うニュースをやるんじゃないかと思っておりましたけれども、働く男性のね、育児休暇、育児休業と見ます。育休が注目されております。小泉進次郎環境大臣がね、育児のために、まあ、休暇を取得したということがきっかけにはなっておりますけれども、まあ、そもそも育児休暇、男性の育児休暇、どういう状況なのか、そしてこれからね、取得率がどんどん広がっていくのか、まあ、この辺をですね、常見さんにお話ししていただこうということになっております。はい、そうですね。これね、まあ、まあ、まさに小泉進次郎氏のね、育児、休暇とかね、あたりは、まあ、
主に自民党なんですけどね、育休の義務化を考える議連みたいのがね、立ち上がってたりするんですけれども、で、これでね、僕は今回ぜひ言いたいのが、まあ自分も育児の当事者で、今日もこの番組出るからね、料理を作ってからここに来たんですけれども。うん、そうなの？いや、僕だって、必ず料理僕でしょ？あと、送り迎えと買い出しとかゴミ捨ては僕で。あ、そうですか。今日も午前中半日ね、娘と遊んでからね、という感じだったんですけども。娘さんはおいくつでしたっけ？2歳7ヶ月ですかね。そうか。はい。じゃあ、やっぱりまだ手がかかりますもんね。まあそうですね。でね、ただ僕ね、あえて育休取らなかったんですよ。そうなんですか。まあ、大学校の先生ってちょっと石投げられそうだけど、結構柔軟に時間を使えるんで。はいはいはい、はい。で、そこでなんかこう、ポイント稼ぎ的な育休っていうのは僕とっても疑問を持っていてね。うんうん、いわゆるその、育休はうちの会社だとか組織は何取ってるぞみたいなことだとか、少しでも増やせっていうね。うん、ことで、もちろん時代の空気を変えようって気持ちはわかるんですけども。はいはい。で、確かにですね、男性の育休取得者って少なくて、2018年のデータだと、男性って 6.16% なんです。そうですね、うん。で、これでもね、まあ、10年ぐらい前は、まあ、もう本当 2% とかそれぐらいの水準だったんで上がってるんですけれども。まあ、ちょっと上がってはきたんですよね。まあ、女性は 82.2% ね、育児休暇取っております。そうなんですね。男性は 6.16% と言われてますね、うん。で、一方でね、男性はやっぱりまず、育児休暇、休業のね、質が低いということが一つの問題で、厚生労働省の、これ少し前の調査なんですけれども、5年前の調査だと、育児休業取得した女性はですね、9割近くが6ヶ月以上取ってるんですよ。うんうん、で男性は5日未満が 56.9%、うん、で8割以上が1ヶ月未満というね、ことで、まず時間的にそんな取ってない。なるほど。で、もう一つの問題がこれですね、ママリというママ向けアプリを提唱しているコネヒトっていう会社がですね、うん、調べたんですけれども、育休を取得した夫およびパートナーの家事および育児にかける時間は、1日あたり1時間以下が 17.7%。で、1時間以上2時間以下がですね、14.6%。で、もろもろ合わせると約半数が3時間以下だったと。いうような問題でね。まあ、本当に。半数が3時間以下。で、3人に1人ぐらいはもう1日2時間以下みたいな。うん、そういうことなんですね。育児休暇を取っても。そうです、そうです。あ、で、まさに取るだけ育休状態だと。で、これね、非常にこの問題は産経新聞以外の全国紙がこの1ヶ月以内に男性育休っていうのをね、うん、論点として取り上げてるんですけど、うん、まあ面白いぐらいコピー&ペーストなんじゃないかと思うぐらい論点一緒なんですよね。おう。で、時代の空気を変えていこうみたいなことをね、大新聞の社説がおっしゃってるんですけれども、うん、僕そのね、空気に答えを求めるのは違うと思っていて、もっと言うとそもそもその空気は何によって起こってるのかってことをね、うん、考えないといけない、うん。国際比較して実は男性育休の制度は、非常に優れているという評価されてるんだけれども、それでもこれだけ取ってる人が少ないのを、男性が悪い企業が悪いって言っちゃ僕はいけないような気がするんですね、うんうんうん、これはもう雇用システムの問題で雇用システムの問題なの。はい。結局日本ってですね、まあメンバーシップ型雇用と呼ばれるんですけれども、はい、要するに会社員という方はね、もう全人格すべてをですね、会社に投入しないといけないと、うん、もっと言うと結局その人の仕事の範囲というのが曖昧であるし、うん、その仕事の中身もどんどん切り替わっていく、まあ昇進昇格もあれば転勤もあるというね、はいはいはい、ことだと。で、結局やっぱりその人一人が抜けることのダメージが仕事の役割分担が明確でないがゆえに、大きいわけですね、うん。多くの企業においてね。と、うんうん、いうことで、だから取りにくい雰囲気があるとか、給料が下がるとか、うん、いわゆる仕事がこなせないだとか、そういったことがですね、理由に挙げられるんだけど、うん、そういう要素があるぞってことはね、意識しておきたくて、そもそも実は男性も女性も、本来で言うと育休取りにくい仕組みなんじゃないかっていうね、ことなんですよね。おお、そもそもね。だから、女性もね。そう、いや、女性はですね、うん、取るんですよ。いっぱい取るんだけれども、その代わり、やっぱりこう、全人格を捧げる働き方をするか、非正規で働くかって、この非常にこう、両極端なんです、我が国の働き方はね。で、結局そこで、何ヶ月もね、離職してしまうがゆえに、会社に戻ってもちょっと浦島太郎状態になったりとか、あるいは、ま、仕事の量を明確にセーブして働かないといけなかったりだとか。まあ、確かにそうですね。で、やっぱりこれは良くも悪くもなんですけど、だから男性育休っていう意見があるのもわかるんですが、その期間空いてしまうからこそ、その間で男女の役割が固定化されてしまって。ああ、逆に言うとそういうことになってしまうんだ。そう、そこで結局男性がずっと参加しないという状態になってしまうってことなんですね。このメカニ
ニュースも捉えないといけなくて、でこれは実はまあ働き方改革にしろ何にしろ、我が国の働き方を変えましょうって議論って、はい、いわゆる昭和的な気合と根性の働き方から脱却してるように見えて、ますますシステムを変えてないから気合と根性状態になるわけです。気合と根性状態よくわかります。ってことになってね。だから僕やっぱりそもそもイクメンとキャリアウーマンって言葉自体が残ってること自体が罪だと思っていて。まあ確かにね、育児をする女性のことをね、うん、別にそういう名称はないわけで、男性だけイクメンってのはおかしいっちゃおかしいですね。そういうことなんですよね、うん。でもやっぱり男性が育児をするのは異常で、女性がバリバリ働くのは異常だから、イクメンとキャリアウーマンって言葉があるんでしょって、やや極論に聞こえるかもしれないけど、ところなんですね。で、このあたりで結局その、まあだから自民党のこの育児休暇に向かって、はっきり言って拙速だなと思うし、今までの総括が足りないなと思っててですね、はいはいはい、いうことです。あと小泉進次郎のこのね育休についてもですね、冷静に変えないといけないなと思っていて、空気を変えたいと思ったっていうふうにね彼が言ったんだけど、冷徹に考えると彼が取ってどれだけ変わったかってことでね、確かにその官庁だとかでは取りやすくなるとかねいうことがあるかもしれないですね、はいはいはい、政治家で後に続くかもしれないけれども、問題は国民の波及でね、小泉進次郎が取ったから俺も取ろうと思う男性って何人いますか、吐いてをあげてっていう話なんですよね。そうね、そういうことなんです。で、僕やっぱりそのね、まあ、別にまた政権批判的なコメントを連打するわけじゃないんですけれども、なんで小泉進次郎ってあんな人気あるんでしょうね。ねえ、まあ、それは若さとね、まあ一応発信力もあったんでしょう。うん、前は発信力あったのかなっていう、ね。前はちょっとね、良かったんですよ。大臣になる前は。そう、うん、でしょ。だから、大臣になったことでね、ものすごいね、つまらない人間になってないかっていうね、気がするのと、まあ、立川クリステルと結婚したのはすごいなと思いますよ。それはもう両手を上げて、もうひれ伏しますよ。もう頭下げますよ。うん、だけど、なんていうかな、そこで過剰に期待して、だから次期首相候補って何を根拠に言ってるんだってことが非常に気になるなってことですよね。はい。あとから自治体の職員、国民とか国家公務員とかはね、まあ割と、今自治体はでも少ないのか、自治体の職員は割と低くて、うんうん、まあ国家公務員の男性の育休って確か 12% くらい取ってるはずなんですけれども、うんうんうん、やっぱり民間はどうしたって低くなってるわけですよね。そこで、この辺の官民の差もありますよね。そう、官民、まあ仕事の進め方もありますし、はい、さらにね、やっぱり大企業と中堅中小企業の格差は。そうですね。で、実際だから、僕も今厚生労働省の委員会に出てるんですけれども、そこでまあ、ユースエール企業という若者応援企業のね、に関する法案に関して今関わってるんですけれども、うん、で、そこで面白いのが、優勢企業で認定されるために、男性が育休を取得したかどうかという指標があるわけなんですけれども、それに対して企業から、いや、当事者からの切実な声で、周りに、田舎に住んでいて、周りにね、両方の両親も住んでいるのに、うん、それでも取らないといけないのかとか、さらには、今、日本の育休は優れてると言いつつ、なんだかんないってまだ年収下がるんですよね、取ったらね。あ、やっぱり。うん。だいぶ補填されるぞと言われてても、結局下がるのは事実なんで。今なんか大体、賃金の 67% ぐらいは育休で取れるやんと言ってまして、これをなんかちょっと 80% にしようなんて政府は考えてますよね。今、案では 100% という案もね、その手の、座談会ではあるそうなんですけれども、とはいえ下がるんですよね。だから、有給じゃダメなのかっていうことでね。で、箱物型の育休になってるってこと。なるほど。もちろん確かに、産後の直後ってね、産後うつになりたいか、はい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 、なりやすいから、その時期を刺されるのはとっても大事なんですけれども、うんうん、やっぱりそこで真に気合と根性じゃなくて働くシステムを変えていく気がね、うん、政府だとか経済団体だとかあと連合だとかそういったところにあるのかっていうのが真剣に問われてると思っていて、うんうん、いつの間にか気合と根性の話してませんかとかね、はいはいはい、あるいはそうかっこいいポーズ決め、うん、今日もだから日経の記事がですね、育休をね、執行役員でも、役員でも、管理職でも育休取ったぞっていうようなね、ことで、美談化して載ってるんだけれども。ね、一歩踏み出すなんて出てましたね。うん、そう。でも日経の記事って本当に意識高い系だなと思うのが、やっぱりこう、結局これって、この人たち取って素晴らしいって話のように読ませようとしてるんだけれども、うん、こんなポジションにある方でもここまでしないと取れないのかっていうね。まあ確かに、ね。現実を逆に突き詰めてるっていう私は読みましたよね。はい。なんか海外だとね、フィンランドなんかはもう男女と同じで、もう7ヶ月ぐらいね、うん、夫も育児休暇を取れるようにも今2倍にするなんて動きに、あそこ女性首相、若い女性首相になって ね、だいぶ変わったというような、うん、感じになりましたから、ちょっとドラスティックにやっぱり変えていかないといけないのかもしれませんけど、ね。うん、いやでもね、ドラスティックな変化もそうだけど、まあじわじわと今例えば女性の大学進学者だとかね、うん、働く女性が増えてるってことだとか、うん、もそうですし、やっぱりドラスティックに変えるというよりは僕は
のやっぱり少しずつ働くシステムで、要するに正社員バリバリ働く正社員と、いわゆる様々な格差がある非正規じゃなくて、中間の働き方ができないか。そうか、そういうような感じか。安定していてミドルリスクミドルリターンの働き方ってできないだろうかとか、なんとか中堅中小企業と大企業の格差を埋めるっていうね、発想が必要かなと思うんですね。そうか、まあちょっと日本的にまあ徐々に変えていくというようなスタイルがやっぱり日本には合っているということなのかもしれませんね。はい、そうですね。コメンテーターコラム、今日は働き方評論家の常見洋平さんに男性育休問題の本質とはというテーマでお話ししていただきました。日本放送 Net brings you the focus。 時刻は7時28分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。この時間で一部の地域の方とはお別れです。そしてその他の放送局をお聞きの方は、女神たちのオリンピックをお送りします。働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見洋平さんにはこの後8時20分までお付き合いいただきます。メールいただいてましてね、イカメラの男さん、いつもありがとうございます。常見さんがおっしゃる今の男性の育休取得はポイント稼ぎというお話、政治家がこれ見よがしに取る育休を見ているとまさにその通りです、うん、おっしゃる通り、日本が過去から持つシステムを抜本的に変えないとダメですね。日本って本当に上辺だけを整えてやった気になるんですよね。それやっぱり箱物に入ってしまうということでね。いやー、イカメラの男さんもナイスですよ、本当に。僕もちょっとイカメラ飲みますよ、はい、大腸ファイバーもやりますよ。しかし、あの育休のね、取った人のさ、男の人の家事育児が3人に1人2時間以下って、増山さん怒ってるもん。いや、しかないよね、意味がないですね。いや、でもね、だからね、実はね、あのまあその父親になる前からね、あのいかにこう家事育児、あ、家事に関わるかって大事で、僕だから子供が生まれる前から料理全部作ってた。僕料理やんないんだ。そう、つぐみさんは偉いよ。いや、だからまあ、でもそうなんだよな、結局なんか、まあ結局この人特集みたいにしちゃうとね、ちょっと始まらないなってところです ね、はい、引き続きご意見ご感想をお待ちしています。 Thank you for working hard today。日本放送 Net brings you the focus。 コージモリタ and さやかますやま The Focus。 時刻は7時40分です。今日一日のニュースをググッとフォーカス。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見洋平さんです。続いてのニュースフォーカスはこちらです。ニュースフォーカス。新型肺炎が与える経済影響。感染者増加が止まらない新型肺炎で経済にも大きな影響が出います。国内有数の観光地である京都でも外国人客が減り、3連休中日だった昨日は土産物店などでは売り上げが半分になったと嘆く声が聞かれました。製造業などにもさらなる影響が出ると警戒され、感染収束の予想が未だつかない中、日本経済の今後に不安が広がっています。この新型コロナウイルスによる肺炎の世界的な経済リスク、サウジアラビアの首都リヤドで開かれた G20 財務省中央銀行総裁会議でも、このコロナウイルスが世界経済の新たなリスクであるということを確認して、共同声明で景気下支えへ全ての利用可能な政策手段を用いるという表明をしたんですが、まあただ影響がどこまで拡大するか見通せない中、具体的な対策は打ち出せませんでした。まあ、そもそも発生源であります中国の閣僚や中央銀行の総裁は国内対応優先ということで、まあ、この G20 を欠席するという状況でした。そして先ほど入った情報ですと、これ IMF の予測ですね。 IMF 国際通貨基金は今年の中国の実質成長率の予測を 5.6% に下方
方修正しております。景気の影響が短期で収束するという過程でも1月時点の予測から 0.4 ポイント引き下げているということで、まあ、6% 成長は厳しいんではないかということになっています。ではこの時間はですね、この経済の影響について第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊博さんに伺います。長浜さん、はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。まず今の G20 のね、内容だとか、今中国のこの経済見通し、IMF の見通しも示したんですが、これやっぱり中国そのものがやっぱり相当厳しい経済的な打撃ということになるわけですね。そうですね。予測が非常に甘いですね。これでも、はい、SARS の時、中国の成長率って 0.9% ぐらい下がってますから、で今回はもっと大きいと思うんで、多分 5% 成長切ってくる可能性もあると。5% 切る可能性ありますか。はい。はあ、そうなりますと、これは当然ね、はい、日本への経済の影響もということで、内閣府がね、去年のあの12月期の GDP 出しましたけども、あれが年率換算で 6.3% のマイナスというような、はい、見通しでしたもんね。結果でしたもんね。速報値でしたもんね。そうですね。うん、ですから、まあ、ただでさえ、その、足腰の弱まってる、日本経済の状況に、この新型肺炎の影響が乗っかってしまったということで、まさに泣きっ面に鉢ということで、非常に厳しいと思います。特に大きい影響というのは、やっぱりこのインバウンドの減少ということになるんでしょうかね。はい、当初は、インバウンドの影響が一番大きいはずだったんですね。はい。それが今回は国内で感染者が拡大してしまいましたから、そうか。当然インバウンドも大きいんですけども、それ以上に、日本国内での、まあ、自粛であったりとか、はい、活動抑制に伴う経済損失の方が、まあ、2倍ぐらい大きくなりそうだなという状況だと思います。インバウンドの2倍ですか？結局、インバウンドって、消費って、はい、去年も1年間でトータルで 4.8 兆円しかなかったんですよね。4.8 兆円。はい、それに対して、日本国内の個人消費って240兆ありますから、やはり国内の方々がその外出を控えて、はい、経済活動を抑えるだけでもですね、金額は相当大きなものになってしまうんですよね。というと、これはもう相当な経済的な打撃になってくるということですけれども、例えば金額で言うとどれくらいの、はい、まあ、景気を下押しするような額になってきそうなんでしょうかね。もう状況が、東日本大震災の後の、はい、いわゆる自粛とか、まあ、風評被害のモードに近づいてきてますんで、ただあの時も年の前半中に収まってたんですね。はいはいはい。で、同じような前提で計算しても、まあ、GDP が 2.9 兆円ぐらい下押しされるような状況だと思います。2兆9000億も下押しですか。はい。はい、ただこれ年前半に収束してこの金額ですから、仮に夏まで行ってしまうと、まあ、特にオリンピックなんかに影響してしまうと、まあ、まあ、5兆円上回るような損失になってくると思いますね。そうなりますと GDP で言うと、何パーセントくらい下げることなんですか。結局日本の GDP って500兆円強なので、はい、これだけで 1% 下押しなので、仮に多分春までに収束したとしても、2020年度のマイナス成長っていうのは、ほぼ確実なので、これって2014年度の消費税率を 5% から 8% に上げたときにマイナス成長になったんですけども、はいはい、まあ、それ以来のマイナス成長はほぼもう確実かなと。あとはマイナス幅がどれぐらい拡大するかという状況になっていると。そうじゃなくても去年10月に消費税を増税してしまいましたから、はいはい、それでもう消費もやっぱり冷え込んでるわけですよね。そうですね。ですから、まあ、泣きっ面に蜂の状況ということなんで、もう最悪のタイミングで、感染拡大しちゃったなという感じだと。はあ。まあ、観光、それから、今言われてんのは、部品の調達ね、サプライチェーンだとか、はい、あの辺の影響も相当なんでしょうね。そうですね。実は私今日渋谷に iPhone 関連の製品を買いに行ったんですけども、もうないんですよね。中国の工場が止まっちゃってて買えないんですよね。はい。だからそういった意味でもですね、かなり大きなところ影響が出ていて、まあそれ一番深刻なのが、武漢の近くで、いわゆるその薬の錠剤とかを作るビタミン類の材料とか作ってる工場が止まっちゃってて、これが長引いちゃうと、薬が作れなくなっちゃうんですね。はあ、そう。
そうなんですか。そうするとね、患者さんなんかにも薬がいかなくなってしまう可能性がありますから、多分それが一番深刻な影響かなと。薬も作れなくなってしまうような状況ということなんですね。はい。で、あとはもう航空関連なんかもね、航空会社の損失、これイアターが出したのかな、国際航空運送協会ですけども、このままだと損失が、全体、まあ、国際航空運送協会の、まあ、加盟している航空会社の損失ですけども、はい、3兆円以上じゃないかなというのもね。そうですね。ただ、これだけ影響が出るわけなんですけども、まあ、だからといって、どんなにこの金融財政政策で支えても、結局感染の拡大を止めないことには、もう穴の開いたバケツに水を汲んでるようなもんなので、どんな経済対策よりも、とにかく感染を一刻も早く食い止めるってことが、もう最大の経済対策だと思います。感染を食い止めないことには、風評被害というのもずっと続いてしまうということですか？そうなんです。ですから逆に言うと、むしろ足元では、活動の自粛をある程度政府が強制的にやらせることによって、短期的に経済の痛みは伴うかもしれないですけども、まあ、そこは企業がね、資金繰りの支援とかで、できるだけ企業の倒産をさせないようにする形で、いかに短期間で感染の拡大を収束させるか。これにかかってると思います。じゃあもう本当に一時的にはもう一旦全部ストップさせるぐらいの、大胆なことをしないとダメと、はい。しないとなかなか難しくなってきましたね、今の状況ですと。そうするともう企業倒産も、まあ、かなり増えそうな気配になるということですもんね。はい、そうなんです。だからそれできるだけそれを出させないために、やはり政府は一方でも打ち出してありますけども、まあ、5000億の枠で出してますけども、まあ、一刻も早くこう資金繰りで、潤沢な資金を、まあ、企業に供給して、できるだけ倒産しないように食い止めるということも手当てが必要だと思います。なるほどね。いやー、GDP でちょっと2兆9000億のね、損失なんて言うと、もうちょっとびっくりしちゃいますけども、もう東日本大震災並みだと思わないといけないってことですね。少なくとも、その、自粛とか風評被害の推移だけで見るとですね、東日本大震災後のレベルになりそうな感じでしたね。まあ、あとは中国の方も早く抑えてくれないと、これ中国のこのね、経済的な影響というのはもう当然ね、日本に来るわけですから。そうなんです。だから例えば、SARS の時っていうのは、中国の GDP の規模っていうのが世界に占めるウェイト 4% しかなかったんですけども。あの頃そんなもんですか？そうです。今はもう 18% になっちゃってますから。そう。4倍以上になっちゃってるんで。SARS の時 4% ぐらいでしたか？そうなんです。はい。なので、やっぱり、そういった意味でもそうですね。中国国内でもなんとか、一刻も早く感染を食い止めていただきたいなと、願うしかないですね。あとね、ちょっと6時台のコーナーでも取り上げたんですけれども、就職活動なんかもね、今手控えているような状況ですから、はい、これから採用のね、まあ、シーズンにこれから入ってくるんですけれども、はい、採用手控えとか、そういうような影響も出てくるわけですよね。はい、もちろん出てきますし、はい、あとはまさにこのタイミングって、企業での春闘の交渉が本格化するタイミングですから。春闘のタイミングだ。はい、となると、もう確実に多分来年度の、サラリーマンのお給与量にはですね、悪影響がもう出ることはほぼ間違いないと。うわ、賃上げも厳しくなるのか。はい、もう厳しいですね。ただでさえ厳しかったんですけど、確かに消費増税で。さらにこういう肺炎なので、ちょっと、はい。いや、中にはね、マスクがすごい売れたりとかする会社は、まあ、それはね。業績かもしれませんけど、まあ、全体で見たら、はい、やっぱり厳しいですね。いやー、はい、あとはだから、オリンピックに影響を及ぼさないようにしなくちゃいけないってことですね。はい、いや、そうです。まさに、そうなんですよ。だからそうなると、だからといって、例えば夏の頭に収束しましたって言っても、やっぱりある程度その辺って早めに決めなきゃいけないので、私もタイムリミットは、春、5月中になんとか、5月中してくんないと、ちょっとオリンピック影響が出かねないなというふうに。オリンピックがもしこれ東京で開催できないなんてことになった時の経済的な損失はもっとすごくなるってことですね。はい、だと思いますけど、でもこれってもう世界的に広まってますんで、はい、まあ、東京でできないからって言うと他でどっかでできるかっていうとそれもなかなか厳しいと思うんで、そうですよね、確かに。だからまあなんだろう、東京で予定通りやりながらそのね、無観客とか、まあそういう可能性もあるんじゃないかなと私は思いますね。
あでも無観客ありますね、確かにね、そうか、そういう可能性もあるということか、まあ、思い切って1年ぐらい遅らせてもいいと思うんですけどね、あオリンピックね、はい、確かにね、それくらい大胆なことも必要かもしれませんね、はい、いやいやいや、ちょっともう驚くような数字がたくさんもうね、伺いましたけれども、それくらい深刻な状況となってきましたね、いうことなんですね、わ、はい、かりました、どうもありがとうございました、はいはい、ありがとうございました。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに伺いました。いやー、常見さん、ちょっと驚いちゃいますけれども、すごいですね。非常になんか冷静になれと言いつつ、冷静になればなるほど怖くなるなっていうことですよね。ただだから、やっぱりこの手の時ってね、悩ましいのは、例えばね、震災の時って、じゃあ被災地にボランティアに行こうとか、なんかね、そういうムーブメントもあったじゃないですか。あ、そうですね。はいはい、はい。結局今できることってね、悲しかな、結局自粛ムードしかないのかな、みたいなところ、自粛というかね、要するに、とにかく予防する、まあ、外出歩かない、そうですよね、うん。外に出るのだってね、危険になってくるわけですよね。だから結局、先ほどの話の延長で言うと、やっぱりその、やっぱりこれ以上感染を広げないっていう話で言うとね、そうなるわけですよっていうね。悩ましいとこだなと思いますね。いや、あとはだから本当にオリンピックにね、影響出ないように5月中、ここがリミットですって。いや、影響出ない。まあでもおっしゃる通り、今ロンドンが名乗り出てたりするけれども。名乗り出てる、名乗り出てる。ロンドンでもじゃあできるのかって話ですよね。いや、そうですよ。結局そもそも延期なのか中止なのかっていうね、非常な決断。しかも、オリンピックに向けて全てが動いてますからね。終わった途端、次のオリンピックも始まるはずだったわけですからね。そうですね。準備がね。はい。まあだから政府の方もね、まずはその中小企業のね、支援なんかに対策を打ち出していますけれども、その程度で済まない可能性が出てきてまして、これ今年マイナス成長ってことになると、まあそれこそね、おっしゃってたように賃上げだとか、採用雇用だとか、そこに影響してきますからね。うん、まあ春闘はね、今 SNS でやろうっていうね、声が上がってて、そうですか。SNS でこう、いわゆるね、ムーブメント広げていこうみたいな動きはあるんだけれども、とはいえやっぱり結局賃上げ上げて交渉が物を言うんでね、でもそこはやっぱりこう経済が沈むとなるとね、ちょっと弱くなっちゃうかなというところですよね。まあ、だから企業倒産なんかを避けるために一時的な痛みは伴ってもね、ここで、一旦もうすべて何かストップさせて、そして収束させてから再活動というのをね、長浜さんおっしゃってましたけども、それができるかどうかね。ちょっと非常に悩ましい時期ですよね。非常に厳しい状況に追い込まれているというのが分かりました。この時間は新型肺炎が与える経済影響というニュースについてフォーカスしました。日本放送 Network brings you the focus. In this program, today's commentator will delve deeply into the day's news.The Focus. 時刻は7時56分です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしている The Focus。今日のコメンテーターは働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見陽平さんです。いや、今はね、第一生命経済研究所の長浜俊弘さんに、このね、ショッキングでしたね。結構ショッキングでしたね。それからね、コメンテーターコラムで、育児休暇ね、はい、取り上げていただきましたが、結構メールいただいてますよ。ね、40代の匿名希望の男性の方、フリーランスで自宅で仕事をしています。妻は会社員です。コロナウイルスが怖いので満員電車に乗らないために有給もしくはリモートを会社に頼んでみてと妻に相談しても無理だと言います。今まさに常見さんがおっしゃっている育児休暇を男性が取りにくい理由と同じ理由で、妻は、会社員の妻ね、毎日通勤電車に乗ります。みんなに仕事を押し付けて自分だけ休めないよと言っていると、まあ、システム上休みたくても休めない、こんな状況でも、気合と根性でウイルスには勝てないのにと。そうか、そうですよね。通勤電車ね、満員電車に乗らざるを得ないということですね。それからね、今新しいニュースが入ってきました。北海道は札幌市が発表した2人とは別に新たに20代の女性と50代の男性の感染が確認されたと明らかにしました。で、
感染が判明した石狩地方の50代の男性については江別市の公立学校の教員だと北海道が発表したということで、北海道で、札幌市が発表した2人とは別に新たに20代の女性と50代の男性の感染が確認されたと。で、石狩地方の50代の男性については江別市の公立学校の教員だというふうに北海道が発表しておりまして、まあ、公立学校の教員ということ、これ学校もね、また消毒を行なくちゃいけない、休校にしなくちゃいけないというような影響が拡大するわけですね。そして企業ではこのようにね、まあ、奥さんが働いていても、まあ、なかなかね、できないというような状況になっているわけですね。It's 8 p.m. 日本放送ネットワーク brings you the focus. The focus.2020年2月24日月曜日、時刻は午後8時になりました。改めましてこんばんは、日本放送報道部解説員の森田浩司です。こんばんは、日本放送の増山さやかです。今日のコメンテーターは働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見陽平さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。私今日全くもってグタグタでございまして、いや、なんかフェードアウトしたっていうか、先ほどね上がり時間を全く分からずにずっと喋り続け、そしてコメンテーターコラムでは全く違うニュースを取り上げそうになりました。ツイッターもいただいてましてね、カルトロさん、森田さん、なんだっけな、森田さん、1週間ぶりの日本放送での放送でタイムテーブル間違えたね、どんまいです。綺麗なジャイアソさん、こんばんは、森田さん、どんまいです。ラジオネームケザジさん、森田さんでも間違えることあるんだ。それからね、ソウリュウさん、森田さんのグダグダぶりがお茶目よ。それからキミオさん、オープン戦ぐらいで浮かれてるから間違えるんですよ、ダメだな森田さん。親近感持たれてるってことで、いや、もう本当に今日グダグダだね。いや、涙の数だけ強くなれるんですよ。この後頑張ります、はい、気を引き締め直しまして、さあ、日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしておりますザ・フォーカス、この時間はこちらの特集企画をお届けします。未来への提言。この時間は現代日本が抱える様々な課題について専門家に伺う未来への提言をお送りしています。先々週このコーナーで取り上げました煽り運転と同様に、スマートフォンやカーナビなどを見ながらのながら運転が社会問題になっています。で、おととし2018年9月には関越自動車道でバイクで走行中の女性がスマホで漫画を見ながら運転していたワゴン車に追突され死亡するという事故も起きています。で、今日と明日の2日間はそんなながら運転について、九州大学大学院教授で交通心理学がご専門の指導寺和則先生に伺います。まずは危険だと分かっていながらどうしてながら運転をしてしまうのか伺いました。運転に慣れた人にとってはですね、運転がそんな大変な作業じゃないからだと思ってます。運転っていうのは初心ドライバーにとっては結構大変なんですけれども、慣れた人にとってはですね、簡単にながら運転ができてしまう。まあ、広く考えるとながら運転というのは、物を考えながら、音楽を聴きながら、同乗者と話しながら、何か食べながら、こんなのもながら運転といえばながら運転ですね。で、それを普段やってます。で、そういう背景があるためにですね、ついついスマホあるいはカーナビを見るというような、そんなこともやってしまうということになります。そういう日常的にやっている、まあ、様々なながら運転というのが発展してくると、やはり危険度というのが上がってきます。まあ、そういう一つの連続体というふうに考えると、一番危険なところに、スマホを見る、カーナビを見るといった、今回規制なんかがされておりますながら運転というところになります。まあ、緊急時とか、ちょっと急いでる時とか、今回だけと言って、スマホをつい見てしまうような、そんな方もいらっしゃるようですね。まあ、運転のね、初心者ですと運転に必死になるんですけれども、数年経ってくると、ながら運転をできる能力も身についてしまう。まあ、確かに話しながら、音楽を聴きながら運転というのは実態としてあります。で、続いては特に危険度が高いとされます、スマホのながら運転にはどんな危険があるのか伺いました。一番の危険は画面をやっぱ見てしまうこと、終始してしまうことになります。普段通り運転しているつもりでちらっと見ているつもりなんだとは思うんですけれども、
マホを見ることによってですね、注意を払うことができる、まあ、有効視野というんですけれども、それが非常に狭くなって、それで周りのいろんなことに気がつかないという危険性が発生します。で、我々普段から周りの車ばっかり見てるわけじゃなくって、いろんなものを、まあ、チラチラと見たりしてますけれども、まあ、そういったタイプの脇見っていうのは、ドライバーさんもですね、危ないって分かっているので、長くても大体普通1、2秒程度で、終わるように、そんな見方をするんですけれども、スマホとか、あるいはカーナビとかを見るといった場合は、一回チラッと見るのに、ある程度の時間をかけなければ、情報を得たり、操作を完了させたりすることができない、そういう構造になっています。ですので、結果的にドライバーさんが気がつかないうちに、自分ではちょっとした時間というふうに思っていても、脇見の時間が長くなってしまうということになります。で、ながらスマホの場合は画面を注視してしまうことで、確実に周囲への注意力がやはりスマホに奪われてしまいます。で、スマホを今までもやっていた、使っていた、見ながら運転していたという方もいらっしゃいますけれども、そういう方もですね、まあ、たまたま事故にならなかっただけだと、そういうふうに考えるべきだろうと思います。まあ、通常の脇見というのはね、長くても1、2秒なんだそうですね。それやっぱりスマホやカーナビを見るとなると、まあ、さらに時間、脇見の時間が長くなってしまうと。で、交通事故と言いますとね、去年5月に滋賀県大津市の交差点で保育園児らの列に乗用車が突っ込んで、園児2人が死亡して14人が重軽傷を負うという事故もありました。この時の女性の53歳の被告はね、まあ、なんか考え事をしていたんだみたいなことをね、証言してましたけども、禁錮4年6ヶ月という判決が出ましたけれども、はい、まあ、お子さんをお持ちのね、常見さんとしても、こういういたたまれない事故が起きる可能性がね、この流れ運転あるわけですよね。そうですね。で、まあ、今回12月からね、この流れ運転って規制が強まったんですよね。はいはい、はい。スマホだとかカーナビをね、中止する行為っていうのがちゃんとね、罰せられるようになったし、それで事故が起こったらさらに、ほんと一発免停ぐらいでしたっけ、確かね。はい、そうですね。かなり厳しくなってるってことなんですけれども、まあ、法律だけじゃなく、やっぱりこう仕組みで解決するってことでね、今やっぱりこう自動運転だとか、自動ブレーキだとか、気にされてて、はい、まあ、これが全て解決するわけじゃないですけれども、そしたらテクノロジーで解決するだとかね、極論例えば、もうね、そうもいかないでしょうけど、例えば、車運転してるときはスマホの画面が消える仕組みだとかね。ああ、なるほど。まあ、非常にまあね、音楽を飛ばしてる僕みたいな人もいるから、なんとも言えないと思うんだけれども、まあ、そういったテクノロジーで解決する方法もちょっと考えないといけないなと思いますね。未来への提言、今日と明日はながら運転について、九州大学大学院教授で交通心理学がご専門の指導寺和則先生に伺っています。明日はその松並さんがおっしゃってましたながら運転の厳罰化について伺います。日本放送 NET brings you the focus. Thank you for working hard today. 日本放送 NET brings you the focus. Koji Morita and Sayaka Masayama. The focus.時刻は8時8分、まもなく9分になるところです。東京有楽町日本放送キーステーションに全国の皆さんにお届けしているザ・フォーカス。今日のコメンテーターは働き方評論家、千葉商科大学専任講師の常見洋平さんです。今日最後のニュースフォーカスはこちら。ニュースフォーカス。アメリカ大統領選、民主党サンダース氏が連勝。アメリカで行われている大統領選挙の民主党候補者指名争いで、左派のサンダース上院議員が第3戦の西部ネバダ州党員集会で勝利したと伝えました。第2戦に続く連勝となります。アメリカ民主党の候補指名争い第3戦のネバダ州の党員集会、左派のサンダース上院議員78歳が、開票率 49.8% の段階で得票率 46.6%、2位のバイデン前副大統領が 19.2%、 3位のブティテッジ氏、中道のブティテッジ前、サウスベンド市長が 15.4% ということで、サンダースさんが、第2戦に続いての連勝と
ということになりました。今度3月3日にはね、14の州などの予備選が集中します、スーパーチューズデーがありますから、まあ、ここに向けてサンダースさんが弾みをつけたと。まあ、これまで第1戦、第2戦、アイオワとかニューハンプシャーは白人が人口の9割以上だったんですが、まあ、今回のネバダ州は中南米系の住民が多い、まあ、人種が多様な西部の州で初めての戦い、まあ、ここをサンダースさんが中南米票の掘り起こしに、まあ、うまくいったということで、まあ、これで弾みをつけるかということになっている民主党の候補争いですね、津波さんね。非常に、まあ、これ非常に日本にももちろんね、先ほどの中国事情どうぞよ、影響を与えることなんで、注目されるんですけれども、はい、まあ、世界的にそうですね、非常に極論を言う人が、こう、指導者やその候補者に出てくるっていうのはもう、これ世界的な傾向なんですよ、実はね。で、まさに、まあ、言ってみれば、まあ、極左っていう言い方あれですけれども、中心左派というのはね、こう出てきたわけなんですけれども、まあ、若干気になるのは、こう、日本の中心左派ってだいぶちょっと最近おとなしくなったなって気がしていてですね。まあ、だいぶこの前の参議院選ではね、山本太郎さん率いる令和新選組がね。令和新選組ね。最近ちょっとね、動きが、おとなしいなという感じがね、してる。まあ、水面下で衆議院選の準備をしてるのかもしれないですけどね。そうね。この間公認候補かなんか出しましたけどもね、第一次のね。で、今後、いわゆるその、日本の、まあ、左派ってくくり方をすると怒る人たちもいるんだけれども、はい、まあ、野党がね、こう、どういうふうにね、こう、政策を掲げてくるのか。一方でやっぱりポピュリズムにこう、走るっていう状態になってないかって批判もある中でですね。まあ、やっぱりこう、民主主義を機能させるためにですね、はいはいはい、みんながこう、冷静な、こう、候補者選び、政治家選びをね、していかないといけないなということが、まあ、これまた全世界的なね、課題だなと思いました。で、非常にコロナの関連もあるんですけど、一つ、まあ、言うとしたら、まあ、ちょっと気休めにしかならないかもしれないけど、外に出れなくて仕事も止まるんだったら、ちょっと落ち着いて読書をしましょうというのがね、うん、一つのポイントで。あ、そう。やっぱりこう、全世界、全世界的にはやっぱりこう、教養が必要でね、こういった困難の時に、どういうふうに人類は立ち向かってきたのかとかね、民主主義を少しでも機能させるためには、どうすればいいのかってことを立ち止まって考えるべき時期だなと思いますね。なるほどね。まあ、サンダースさんなんかはね、若い人の支持が大変多くて、まあ、公立大学の授業料無償化なんかを掲げていまして、そういうところが、まあ、若者に受けているところもあるでしょうし、まあ、日本でもそれこそ令和新選組のね、山本太郎さんなんか消費税を下げようなんてこともね、結構若い人に受けていたっていうのもありましたよね。ただね、結構日本ってあれなのが、まあ、さーって言ったらあれだけど、野党がね、の若者の支持が弱いっていうのは結構課題だと思うんですね。ああ、なるほどね。よく若者の選挙に行け、そうしたらね、与野党逆転するぞって言説は大嘘で、自民党はすっかり若者をね、味方につけたし。あ、確かに安倍政権結構若い人を支持してますね。そう。はい、で、いろいろ突っ込みどころがあるんだけど、その高等教育無償化だとかね、本当に無償化なのかって突っ込みどころあるんですけれども、まあそういうね、若者にこう寄ってるってとこでね、さあどうやってこう野党は若者を掴んでいくんだとか、山本太郎がじゃあどうやって若者を掴むんだってことは非常に興味がありますね。そうですね。まあ世界的にはその確かにトランプさんとサンダースさんみたいな極端な人が出てきていて、まあ日本もね、まあ、これからそうなるのかということですね。この時間はアメリカ大統領選挙、民主党サンダース氏が連勝というニュースについてフォーカスしました。日本放送 Net brings you the focus。時刻は8時15分です。東京有楽町日本放送キーステーションに全国にお届けしてきましたザ・フォーカス、そろそろお別れのお時間です。今日取り上げたニュースを振り返ります。新型肺炎の感染拡大、中国本土の死者は2592人、感染者は7万7000人を超えました。それから新型肺炎の国内感染対策で各企業がテレワークや時差通勤を導入しています。そしてアメリカ大統領選挙の民主党予備選、ネバダ州での党員集会ではサンダース氏が勝利しました。今日はこうしたニュースにフォーカスしてきました。それから今入ったニュースで、東京都は東京都内の30代から50代の男性会社員3人が新型コロナウイルスに感染していたと発表しました。いずれも重症ではないということです。また互いに関連はないとみられます。東京都内の30代から50代の男性会社員3人新たに感染ということですね、津波さんね。まあここでもね、非常に落ち着いて考えるところですよね、ということなので、まあ、今週多分、まあ
煽るわけじゃないですけど、まあ、政府の対応方針だとかでね、まあ、一部疑わつくところがあると思うんですけれども、はい、まあ、命が一番大事ですのでね、ちょっと落ち着いて行動しようということを大事にしたいなと思いますね。相模原市の友さんからもメールいただいてます。最近感染者報道でやたらと相模原市が出てきており、相模原在住の市民としては戦々恐々としています。子どもの高校も相模原中央病院に近く、高校でも話題になっているようです。むやみやたらと怖がってしまいますが、冷静に考えれば若い人の致死率はそう高くもないので、いたずらに騒ぐことはせず落ち着いて対応したいと思います。まあ、この先どんどん感染拡大していったら犯人探しや差別など起こりそうで、その方が怖いですっていただいてますね。そう、やっぱりとにかく冷静に、そしてやっぱりとにかく予防しようということ、そしてまあ何としてでも医療崩壊を防がないといけなくて、ね、他の病気の方も助からなくなるのでね。そうなんですよ。こちらはね、静岡のねルシルボールさんなんかはね、花粉症でね、もう本当は病院行きたいんだけれどもなかなか行けないですみたいなこともねおっしゃってるしね。本来はそういうことが病院にね、そういう方が病院に行けるような体制になってないといけないんですもんね。今日のコメンテーターは働き方評論家で千葉商科大学専任講師の常見陽平さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、日本放送をお聞きの方に明日の飯田浩司の OK 浩司アップのお知らせです。明日のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸寛さんをお迎えいたします。そして飯田アナウンサー初の書き下ろし本、反権力は正義ですが絶賛発売中でございます。さんずりまで行ったんだね。すごい、大増刷でございます。おめでとうございます。まだまだ買ってくださいませ、そして明日のザ・フォーカスコメンテーターは中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也さんです。この時間のお相手は日本放送報道部の森田浩二と日本放送の増山さやかでした。